はい、英語で質問をしてみよう。第2回目になります。なんでやねんスピリットで、英語でのディスカッションをどんどん盛り上げていきましょう。なんでやねんということですけれども、 5W1H という言葉を聞いたことありますか？疑問詞ですね。6つの疑問詞、代表的な6つの英語での疑問詞が 5W1H です。すぐ頭に思い浮かぶでしょうか。誰がの who、何をの what、どのようにの how、どこでの where、いつ when、そしてなんで why、なんでやねんっていうことですね。5W1H、 これを使いこなしていきましょう。今日は、ちゃんとした英文でということなんですけれども、これらの6つの単独の疑問の言葉、これだけでも、自信を持って、適度なタイミングで投げかけることができますと、会話が盛り上がっていきますので、自信を持って 5W1H 単独でも構いませんですから、どん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 使いこなしていけるようにトレーニングしていきましょう。はい、それで、第1回目は、一番左の部分をやりました。 B 動詞と一般動詞の区別をしっかりしよう。そして、内容を尋ねる質問よりも、イエス・ノー・クエスチョンを1回目は取り上げました。今日はこの 5W1H を使った内容を尋ねる質問。これもやはり B 動詞と一般動詞の区別が大事です。さらに、5W1H が主語になっている場合、特に注意が必要なんですね。これが今日のポイントになってきます。さあ、それで、5W1H を使った B 動詞編です。やはりウミガメの写真ですね。This is a sea turtle。 同じ例文でありますけれども、 Yes no question ではなしに、緑の sea turtle を聞いていく質問文を作ります。 A sea turtle が、質問文の大きなポイントになりますので、 What ですね。これを What を一番先頭に持ってきて、疑問文がスタートしていきます。そして B 動詞編、シンプルな Yes No クエスチョンでやりました質問文の語順、したがって B 動詞が先で主語が後に来る。筆記の場合はクエスチョンマークを忘れずに、話している場合には下がるイントネーションです。出来上がる英文は What is this?What is this? 下がるイントネーションに気をつけてください。回答は、ごめんなさい。5W1H が先で、B 動詞、主語、質問文の語順で、クエスチョンマークを忘れずにイントネーションは下げる。What is this? 答える場合には、It is a sea turtle. What is this? It is a sea turtle.では、一般動詞へ移ります。お母さんガメは手足を使って穴を掘ります。同じ例文です。今回は half flippers を聞いていきたいと思います。この half flippers を受ける疑問詞は what になります。 what が前に移動します。そして、一般動詞を使った質問文の語順にしていきます。三単現の S ですね。uses の S に気をつけて、does、主語、動詞の原形、クエスチョンマーク。これで質問文が出来上がります。お母さん紙は何を使うでしょうかという質問文が出来上がります。5W1H を先頭。その後は、yes no question を作る語順。主語の後の動詞は原形に戻すっていうことがポイントになります。繰り返します。5W1H で始まる疑問文は、イントネーションは下げてください。What does the mother use?What does the mother use? のようになります。回答は、比例を使います。She uses her flippers.She uses her flippers となります。さあ、これが基本なんですけれども、一般動詞を続けます。5W1H が主語の編ですね。
同じ例文なんですけれども、 the mother を聞きたい、 the mother がわからないという場合ですね。これは the mother を疑問詞に変えていきます。一応ウミガメさんを人間が使いしまして who でいきたいと思います。この場合は質問文の順番にする必要がないんですね。質問文を学習中の場合、それがこびりついてしまって変な間違いをしてしまいがちです。ここがポイントです。もうそのまま動詞を持ってきてください。そしてクエスチョンマークを忘れずに、話している場合は下がるイントネーション、 Who put sand on the eggs? という質問文が出来上がります。 5W1H が主語の場合はそのまま一般動詞を続けてください。そして疑問文、疑問詞、ごめんなさい、そして下がるイントネーションとなります。回答に関しては The mother does、 The mother does で OK ですね。Who puts sand on the eggs? The mother does となります。さあ最後、一般動詞でなしに B 動詞で同じことを考えてみたいと思います。砂の中で、卵が安全に保たれていますというふうなことを表す基本的な、事実を表す文ですね。 The eggs are safe in the sand。 何が安全な状態ですかというのを聞いていきたいと思います。 The eggs が疑問詞に変わります。 What になります。これが実はこの文の主語になっています。 5W1H が主語の辺ですね。 B 動詞そのままをつけてください。さあここで面白いんですね。 What というのは単数である場合もあるし、複数である場合もあります。元にある英文は Eggs 複数形なんですけれども、疑問文の場合は What is 単数で聞いていくことが基本になっています。 What is safeIn the sand 単数で聞いていってください。回答は単数でも複数でもその事実に即した英文で答えていけば OK です。 5W1H が先頭になっている B 動詞を使った英文、その場合は B 動詞をそのまま、そのままの語順主語、 B 動詞の語順でクエスチョンマーク、やはり、イントネーションは下がります。 What is safe in the sandWhat is safe in the sand? 答えは The eggs are. The eggs are. で受けてください。さあこれで一通り、クエスチョンを作るための3つの柱、 B 動詞と一般動詞の区別をしっかりと、それから Yes のクエスチョンを作る語順をしっかりと押さえてください。そして内容に関しましては 5W1H を一番先頭に持っていきましょう。そして 5W1H を使っていくんですけれども、その疑問詞にあたる 5W1H が文の主語の場合は語順はそのままで結構です。この3つを自由自在に使いこなして、たくさん豊かな質問ができます。